大宝寺は、長野県小坂田郡青木村にある、天台宗の寺院。三号は一条山。回帰は、藤原鎌足の子、上へと伝える。本尊は、釈迦如来。国宝の三重塔があることで知られる。寺伝である一条山官員礼法記によると、大宝寺は、奈良時代の大宝年間に、藤原鎌足の子である上へによって創立されたと、される。その後、 平安時代の大道年間に、坂の上の田村麻呂の祈願により、吉兼によって再興された。大宝年間と上絵が生きたとされる間は一致しない。歴史資料や地理的事実からは、大宝寺が近くに存在した、東山道の裏の駅に関係する寺として、創建されたと考えるのが妥当とされており、いずれにしても奈良時代に創建された新州でも、有数の古刹である。 平安時代に周辺地域が牧場として栄えたことから、大峰寺は牧場関係者による崇敬を受けた。重要文化財に指定されている11面間の音菩薩立像、普賢菩薩立像などはこの間に作られ、平安時代独特の作風を伝えている。鎌倉時代にいるいると、大峰寺は周辺に住んだ有力児童による崇敬を受けた。 特に国宝に指定されている、三重塔や、重要文化財に指定されている図紙、趣味団などの文化財は、浦野市、北条市などの児童の支援により作られた。江戸時代、大宝寺は、都学市の漢寿院の末寺となっており、天台修弦による山岳仏教の寺として栄えた。長野県小坂田郡青木村あたり、号二千五十2大宝寺がある寺を旅ら周辺は、州の鎌倉とも呼ばれ、 かつて延田北条氏の拠点として栄えたことから、鎌倉時代から室町時代にかけての中世の文化財が多く集まる。ありがとうございます。